行きましょう。節約大全の、有力2歳は大展望スペシャル。ありがとうございます。なんか毎回微妙になんか名前変わってません？覚えてないんだよ毎回。ということでですね、早速、まあ、時間があれなんで早速行きましょう。節約大全9月23、24の新馬戦なんですけど、今週は8レースですね。中山と阪神で2レース、2レース、2レース、2レースで4、8レースっていう感じですね。毎日2レース。毎日2レース。というところで、いますか、これは注目みたいなのは。はい、僕はでもやっぱり今週の注目ってなるとやっぱシュベルト系になるんじゃないかなと思ってます。あ、それはまさかのキャロットの1億2000万円のあの子ですか。そこですね。高額がすごいっていうのもありますけど、やっぱりリス・グラシエの初子っていうことで相当、まあ人、うん、ってない人とかでもすごい注目されるような馬なんじゃないかなと思います。あ、最後まであんなに強かったリス・グラシエの初子ですからね。一口30万、総額1億2000万、うん、すごい高額な馬なんですけれども、父もリス、母リス・グラシエ、母チハツくらいっていうことで、先ほどもお話ししましたが、名品、本当引退レースが一番強かったと言ってもいいんじゃないぐらいのリス・グラシエの初子っていうことでですね、うん、僕としては10万かっていうので行けなかったんですけど、馬自体はすごいいいなと思ってましたし、2週前追い切りとかでミッキーブリアンティに先着してたりとかして、実際光る動きみたいなのを見せてたりとかもするんで、リス・グラシエの初子でめちゃくちゃ強い馬が出てくる可能性もあるのかなと思って、単純に興味というか注目してます。はいはいはい、はい、まあ、まあこの馬に関してはもうそうですよ。俺も言いたいことはもうポンちゃんと一緒ですよ。もう大注目。そうですね、それだけだね。もう同じ、高くて行かなかったけど、それはもちろん注目もしたしね、募集の時もね。ただツアーの引き手の方のお話だと、結構父親に似てて、距離あんまり長いところじゃない、短めなところだってのをお話ししてたんで、なんか2000でデビューするんだってので、ちょっとへーって思いましたね。矢作先生も結構距離が何とも言えないみたいな、うん、更新だと言ってたんで、うん、まあ、実際のところ適正どこになるかっていうのは気になるところなんかなと思います。坂井流星騎手出るんだね。やっぱさすがやはり厩舎って感じだ。キャロットの馬がもう一頭出るんだよね。このレースはもう一頭ゴーディアンノットっていう馬がデビューしますね。総額の5000万円ということで、父がレイデオロ、母アドベントス、母ジャングルポケットの、キャロットの決勝みたいな決闘ですね。この馬の上お姉ちゃん出資してましたね。おお、アドベントスな、何でしたっけ、はい、ラトレイヤーに出資してて、超絶未勝利で2戦して引退しました。なるほど、確かに。でもまだアドベントスの子供で言うとそんな活躍馬はいないかもしれないですね。そうね、アドベントスだから発動だったんじゃないかな、上がだから2番子じゃこれからっていう感じですね。うん、でも俺アドマイヤサンデーの品系好きなんで、シルクでもキャロットでも他にね、エンジェルホールっていう馬の子供出資したりとか、結構いろいろ出してるから、まあ、好きな品系なんですけど、はい、キャロット初めて出資したワールドクルーズっていうのがアドマイヤサンデー品系だったりとか、ちょっと縁が、まあ、ただ多分コメントを見る限りだと結構なんか執着に欠けるところがあるらしくて、ちょっと気持ちの面で難しさを見せてるっていうのがあるんで、なんかそういう意味だとミルコデムルキーって結構合ってんじゃないかなと思いつつも、まあ心配ではあるのかなと思います。なんかこれミルコでさ、デビュー、キャロットの方がデビューするってなんかね、ちょっと嬉しい感じするよね。久しぶりでもないかもしれないけど、なんかどっちかってこっちの方が応援したいかなって思っちゃうね。どっちも出資していない意味としてはね、気楽な立場として、うん、という感じで次に行きますか。キャロット上がりでな、まあ、まあ日曜の4レースのダート戦8行ってもいいかもしれないです。あ、はい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 、マルチアレアル、マルチェル、はい、キャロットで5000万円の馬ですかね。リアルインパクトのビートマルシェで母チフレンチデプティということでですね、ちょっとキャロットの方なら結構ご存知、もうキャロットじゃない方でもご存知なのかもしれないですけど、クエマチの品系でビートマルシェの子供っていうことで、お姉ちゃんにマルシュロレーヌがいたり、お兄ちゃんにバーデンバイラーがいたりっていうことで、もうダート一族、ダート適性の高い馬がすごく多いっていうことで、やっぱりそういうのを鑑みてダート1008でデビューするんじゃないかなと思ってます。であと追い切りがもうめちゃくちゃ動いてるらしくて、僕申し込んで落ちた馬なんで、うわー欲しかったなってちょっと後悔しながら、うん、しょうがないよね。でもね、キャロット落ちますからね。キャロットは買えないクラブですから、それはもうしょうがないですね。はい、こんな品系でもうなんか落ちるのが当たり前みたいな感じですよね。うん、そうそうそう。で俺はね、リアルインパクト良かったなと思って、あのこの馬とかもそうだけどさ、ソングラインの下とかもさ、リアルインパクト3区でいたりするから、いい繁殖につけられてるなと思って、リアルインパクト G1 馬出したあたりのね、
確かにこの辺ね、ラウダシオンが勝った後すぐつけられたぐらいの世代なんですかね。その世代なんじゃないかなと思って、うん、そうなると確かに上がってるかもしれないですね。そういうのがちょっと思ったりしつつ、はいはい。じゃあポンちゃんさ、あれで出資場とかいるの今週は。俺はいないんだけど。え、僕は実はいます。います。はい、じゃあもうそこから行こうよ。じゃあ、はい、2頭。2頭もいるの？はい。じゃあもう、いや、じゃあそれ出るレース行こうよ。そうですね。じゃあ同じ日曜の、中山グレー、はい、2000メートル。これで4連続キャロットになってしまうんですけれども、僕の出資場、ハニキュール。お母さんシャルールね。父がエピファネイアっていうことで4000万円4000万円、はい、1口10万円っていうことでですね。でこれ母父がゼンノロブロイっていうことでですね、まあ、個人的にエピファネイアと母父ゼンノロブロイってもうめちゃくちゃニックスだと思ってて、もうずっと狙ってたんですよ。 3,4 年前からずっと狙ってて、活躍馬もうバーって言っておきますと、まあ、ベローナシティ、デボルタード、シーズンズギフト、チャンスザローゼス、アブニールドブリエみたいな感じで、だから正直この組み合わせってそんな数は多くない中で、うん、これだけあこの馬聞いたことあるっていう馬がもうずらりと並ぶっていう中でもやっぱりニックスだと思ってるし、でやっと取れたのがこのシャルールっていうことで非常に期待してます。俺この馬申し込んだよ。あ、申し込みました。申し込んだ、外れたよ。シャルール覚えてる。そう、それね、あの去年動画出してんだよね、エフィアのニックスはなんだみたいなやつって。 そこで取り上げたあのニックスなんで、俺もそれ狙ってて、うん、同じ、分かる分かる、すごい。でちなみに1個だけ言うとすると、アブニールドブリエはそこにまずいただいていいのかどうかっていう、あ、俺出資してるんですけどねっていう成績でまずちょっと思いますけどね、それぐらいです。全然まだまだ活躍しますよ。そうですね、頑張ってほしいと思います。めちゃめちゃ喋ったね、今のこの短時間に。期待抜群じゃないですか。いやでもルメールジョッキーがデビューするってことで本当すごい期待のあられだと思うし、なんとかクラシック乗ってくれないかなと思ってます。楽しみだね。分かりました、カニキルですね、はい。じゃあ同じレースでサンデーの馬がいるね。ジャンドル、ジャンドルっていう馬ですね。なんでこれ5000万円の馬、ま、同じエピファネイアタンクライバルじゃないですか、ウラブライドお母さん。そうですね、レース結構強そうなのも多いんですよね。まあ母親がフーラブライトっていうことで、もう激レアのゴールドアリュールサンクながら芝で活躍した馬っていうことなんで、まあ、でもまあゴールドアリュールとはいえ芝でデビューするのはすごい頷けるなと思います。ただ先週あれやったじゃないですか、エストレアデベレンがもうダートですごい強いしてて、よかったね、ノイボンさんおめでとう。はい、ありがとうございます。だからもうめっちゃ強かったと思うんで、正直芝でうまくいくかもしれないですけど、だからダートにあったとしても、なんかエピファでもダート強い馬出るんだなってもう改めて思ったんで、なんかまあダートでも面白そうだなと思いつつ、でもまあちょっと今回はシャルルに譲ってくださいっていう感じです。なるほど。俺もねこの馬すごい覚えてて、募集の時ドッカーさんフーラブライド、ただねこれカッチン教室さんとかがね、すごい狙ってた気がする馬なんだけど、今日ね俺もね気になってたんですけど、これお母さんが現役時代走れてるじゃないですか、もうめちゃめちゃ走ってるんだよね、いっぱい。なのでこれはちょっと名選手名監督にあらず系かなっていう、ちょっとそんな勘繰りをして、まあ、サンデーはねもう1頭2頭でいかないとしょうがないから、そういう理由でちょっとで見送った覚えがある。確かにフラブライドの子供って現状ですと中央でまだ勝った馬いない、まあでも現状なだけであって、実際この馬が走るかもしれないし分かんないですけど、でもなんかまあ確かにそこの話は今のところなんですかね、そんなないことないのかなと思っております。跳ね返したといいですね。いや跳ね返さないでほしいのか、今回に関しては今回だけで今回だけはね、ちょっと譲ってくれないやつだね。まあ、先週はね、俺たちのミヤネを無理やり譲ってもらったもんね、マシャルポイントに。そうです。ちょっとごめんなさいって感じ。ちょっと申し訳なかったね。ほんとすいません、あれ出資者の方、ほんと申し訳ない。ほんと、はい。ちょっとうちの子が追い出しちゃって、はい、すいませんでした。またちゃんとまっすぐ走る形で、ね、上のクラスで決着をつけられたらなと思ってますので、すいません。ついでにちょっと一括りにいろいろ話しちゃいましたけど、あともう一頭 G1 の馬もいるのが、シュバルツ・クーゲル。手が絆で、母親がソベラニアで、母親がポンズということで、あ、ソベラニアって僕結構好きなんですよね。なんか品があるというか。これはね、俺も覚えてる。これもまあ G1 で去年だから、シラオインファーム生産馬だから、結局 G1 レーシングのね募集馬って去年の話だよ。去年はもう本当ノーザンファームとシラオインファームの馬ばっかり見てたから、失礼な話ですけど、追い分けファームがちょっとどうしても成績的にっていう、そういうなんかね、スクリーニングをしてしまったので。はい、でも見てたからよく覚えてるね。もう人気だったんであれですけど、
はい、なので、まあ、そういう注目した馬の答え合わせという意味でもすごく楽しみだなと思ってます。あ、申し込んだ馬もいるわけだし、それがポンちゃんの出資馬だしシュバルツクーゲルはでも若干晩成傾向あるのかなとも思ってるんで、逆に言うとここで勝てたら大物になるんじゃないかなとか思いつつ、実際そのシュバルツリーズとかも新馬勝ったりとかするんで、そこをちょっと初戦強かったのは非常に注目なのかなと思います。はい、ありがとうございます。でもう一頭は、もう一頭の出資は中山のダート1008の方で、土曜日です。土曜日の1008かで3レース、俺のシルクのジョリーロジャーっていう馬ですね。ロジャーバローズ、ロジャーバローズ、ね、これ持ってるんだね、はい、これは一口4万8000の2400万募集ということで、うん、父がもうロジャーバローズで、母がクローバーリーフということで、まあ、クローバーリーフが結構、うん、シルキャローとかで割と常連になってる、うんうんうん、クローバーリーフも結構堅実な小出ししてるんで、それもあるんですけど、ノーザンファーム生産のロジャーバローズ3区がこの馬だけなんですよ、この世代でいうと。なるほど、1個だけ。そうなんですよ、ここでちょっと一発狙ってもいいかな、この4万8000だし、まあ、ちょっと それぐらいなら夢を追ってもいいかなと思って申し込んで当たったって感じです。なるほど、これ追加募集だったんだっけ。そうです、追加募集だったんですけど入試決まってすぐぐらいにもう入球したっていうので結構順調に来てます。なるほどね。ちなみにさ、ロジャーバローズってその飛びの牧場っていう牧場の生産馬なんですけど、この牧場、この馬がダービー初出走で初勝利だったんですよ。すごいっすね。そうで、これそれがロジャーバローズ勝った後の週刊競馬ブックどっか夏ぐらいになんか特集されてて、それ俺読んだのすごく覚えてて、はいはい、でなんか情緒がねすごくあれなんですよ。吉田善也さんがすごく好きで、あの今の、テレビの辰巳さんのお父さんね、社内ファンも。そうで、その前夜さんにいろいろ話を聞きに行って、いろいろな海外とか連れてってもらって、一緒にすごいたくさんの馬を見て、そういう中からお母さんとね、なんだっけ、リトルブックだったかな、お母さんをその自分で選んで輸入して、でそれにディープインパクトをつけて生まれたのがロジャーバローズ で、この馬が出たことで前夜さんにちょっと恩返しができたかなみたいな話をされてたのをすごく覚えて、うん、そのロジャーバローズの子供ですよ。いいですね、夢あります、はい、それは勝ちますねそうだから、それがまたね、ノーザンファーム、そのまあね、吉田さんのところの、ね、ノーザンファームの生産馬っていう話で、あ、いい話だなと思ったりですね。あとは僕、飛びの牧場の生産馬のね、オールオンフリークっていう、まあ、ユニオンで出資してて、うん、それも FNA さんですけど、うん、まあ、それそういうのもあって、ちょっと飛びの牧場気になってる牧場です、うんうん、頑張ってください。夢ありますよ。そうです、夢あります。とりあえずパイロ3区、お母さんコスモフライハイ、1500万募集ということでですね、うんうん、これ調べたら12番子ってことで、結構母が高齢の時の子供なんだなと思ったんですけど、まあこの間もね、15番子もありましたしね、やっぱ今年のいいお母さんってのはいいですね。調教で合わせてた三重のブラボーっていう馬が先週未勝利で、すごい強い勝ち方をしていて、なんかこの馬ももしかしたら動けるんじゃないかなと思ってて注目してます。そしてソプラニスタ G1 レーシング3000万円、ルメールジョッキーってるってことで、なんかこいつが一番怖いなっては思っているんですけど、あのレーベンスティーブのね、タナパク9社ですもんね、今の絶好調、リオンディーズ3区のソングバードが母親ってことで3200万募集、まあ、決闘的に言うと、あの青葉賞3着馬のアドマイアウィナーの弟で、近親にブルーメンブラッドがいまして、兄弟馬とか近親馬とか聞くと、もう結構馬体重がでかい馬なのかなと思ったら、やっぱり案の定この馬もでかいらしくて500キロを超える大型、うんうん、いやもうダートのパワータイプに出るんじゃないかなと思ってます。なるほどですね。この馬もハハッチダンスインザダークで、さっきのウィンライズもダンスインザダークで、ハハッチダンスが2頭いるっていうところがまたすごいですね。ダンスばっかやないか。ダンスよ、このレースクラブの馬に行きましょう。あとはマイネルウォリアン、ラフィアンの馬で3300万募集ですね。高えな、ラフィアンで3300万は。あ、僕も思いました。しかも北海道サマーセール、うん、1200万円で落札されて3300万募集、うん、へえ、強気な価格設定だと思いました。あ、そうかそうか。でもこの馬あれなんだ、ノルマンのカウオレの、そうです、とかなんかなのかな。だからベストウォリアーで母父ハードスパンになる、うん、この字面見るだけだったら、なんかもうちょい短い距離使ってもいいんじゃないかなとか思ったりもしたんですけど、18でどうなんだろうなって思って、でもまあポテンシャルはすごいと思うんで、もう非常に怖い、うん、あね、俺も今週
出走予定らしいですね。それも楽しみですね。ついにオープン入りしまして、3連勝中だもんね今ね、カウボーイは。そうですね、土曜日阪神4レース行きましょうか。はい、ダート 1400m ルージュシエット高い5000万、父カーリン母ダンシングラグズっていうことで、これ持ち込みになるのかな、ボーダーファムセイさん、ハギセレクトなんですかね。でも下のレイデオロサンク5番もトーサラで今募集中なんでしょ、6000万円らしいけど。高いな、高いっすね。ノーザンの馬高いね。 なんかノーザンの馬で6000万とかって普通だな、ちょっと高いぐらいだけど、マイネルで3300万って言ったらめちゃくちゃ高いなってなっちゃうもんね。おかしいよね、なんか何かがバグってるね。でこれもでも酒井さすが矢作厩舎徹底してるね、なんかその辺やっぱいい厩舎ですよ。実績も残しつつ若手をちゃんと育てるっていう、もうこれはもう あれですよ、川上さんがすごく喜びますよ、酒井隆成騎手の活躍は。ね、オーストラリアの武者修行をサポートした川上さんが、隆成活躍するの嬉しいですよって言ってましたもん、これ。中山の土曜日の5レース、中山の芝戦6、じゃあキャロットのコナウィリアですね、コナウェリナ、ウェリアじゃん、ウェリナ、ウェリナ、ウェリナ、ミッキーアイル3だね、ミッキーアイルにコナブリワーズということで、どうぞ、こんちゃん。これ、2400万募集のまで、これ、ちょっと一回、サララボで記事出したことあるんですけど、このまま、もう激推しして、まあ、申し込んで落ちた馬なんですけど。キャロット当たんないですから。当たんないですから、はい。キャロット当たんないんで、はい。この馬は、通常募集に一回出てきたけど、右前のひずめが欠損したことで、募集停止になったけど、追加募集のタイミングで再募集になったっていう経緯なんです。なるほど、なるほど。はい。これがでも僕としては最悪で、通常募集の時はコナコーストがお姉ちゃんなんですけど、コナコーストまあそんな活躍しなかった時期なんですよね、うん、あ、なるほどね、はい、うん、再募集の時はコナコーストが桜花賞2着になった直後だったんですよね、はいはい、それでもう大人気になっちゃって、人気出るわと、はい、俺は前から目つけそうにとか思いながら、うん、ただまあミキアルに変わってどうかっていうのはね、はい、であと謎にノジギクステークスにも登録してて、えって思ったんですけど、ああそうなんだ、なんかコメント見たら、なんかシンバということで、より入念に調整するためになんか馬場入りできないのが悩ましいってことで、火曜日に特例で馬場入りできるようにするために関西のオープン戦に特別登録したっていうことで、ああそれは登録してある馬しか入れないっていうなんか縛りがあったりすると、だからなんですかね、なんかあそんな裏技があったって思いましたね。ね、なるほどね、うん、なるほどね、裏技を使うコナウェリナーと、マルチライセンス3000の3200万円ですね。これが、はい、ブリックスさんとモルタル、母父金社様奇跡、お母さんトップライセンスですね。ありますか何か。まあ、3200万募集なんですけど、うんうんうん、トップライセンスも中央で参照してて、この番組でよくもうスワーブリチャードめっちゃ言ってたんですけど、この馬はスワーブリチャード3区じゃなくて近親にスワーブリチャードがいるっていう血統なんですよね。なるほどね、なるほどね、近親パターン、だからスワーブリチャードはね、やっぱ時間のある限りやっぱ拾っていかないとダメだなってこの間思ったよ。この前めっちゃ強かったですもんね、話題になったもんね、なんか加速ラップ で最後までね。そして、ルブニール、ローレルの馬なんだよね、はい、2500円募集、15万円ですね。この馬はノースブリッジとかタッチウッドとかの半前になるんですけど、あとは近親にローレルゲレーロだったりディープボンドだったりとかいるっていうので、なんかまあちょっと言っちゃ悪いですけど、なんかこんな血統がローレルで募集されるんだって思いましたね。あなた、くんちゃん、何を言ってんの。このね、村田牧場が誇るビッグテンビ品系というものがありまして、はい、それがまさにもうローレルゲレーロというのはローレルの代表馬じゃない。そうですね、はい、でその品系なのよ、ビッグテンビっていう馬から来てる、はい、タッチウッドとかディップボンドとかも全部そうなんだけど、はい、ビッグテンビ品系、ローレルゲレーロも、はい、だからやっぱ村田牧場をローレルって言ったらもうやっぱビッグテンビに遡るこの品系の馬が出てきて、これでこそローレルなんだよね。なるほど、そう、そのタッチウッドの話ってさ、この間なんかどっかしなかったっけ、キャロットのツアーに行った時に、はい、昼休みにキャロットの社長秋田先生、元のザ・ファームの上長のさ、シュトラウスはどうですかっていうのを、まあ、金谷さんが出資してるから聞いたんだけど、はい、とにかく気象が前向きすぎてそれをどう抑えるかっていうところに今みんなで頑張ってやってるところだから、サウジアラビアロイヤルカップ楽しみにしてくださいっていうことを言われたんだけど、はい、その中で引き合いに出された馬がタッチウッドだったの。知ってる、タッチウッドっていうのはね、あれすごい馬なんだよって言って、タッチウッドのことベタ褒めしてて、はい、もうめちゃめちゃスピードがあるんだけど、前向きさがもうすごくなっちゃって2戦目にって、いやちょっと失敗しちゃったんだよって言って、で
行ってて、それでもう抑えるのが大変な馬になっちゃったから、その鉄を踏まないように今本当に慎重に慎重に調整してるんだよシュトラウスはっていう話をしてくれて、それぐらいパッチュットという馬はすごい馬なんだよっていう話なんですけど、その馬の妹さんですか弟さんですかね、この馬は妹ですね、はい、っていうことらしいです。この馬はちょっと注目だなと思ってます。ローレルといえばっていうね、あのゆかりの血統ではあるよ。なるほど、ちょっと勉強不足でした。まあ、俺今回の動画で話したかったのはさっきの富野牧場の話とこの村田牧場の話ね、はい、この2つ。もうこれ話すともう大丈夫です。あとポンちゃんにお伺いします。そこはちょっと全部使えます、はい、そして翌日の24日のダート1204レース中山レアグリフォンブルーリーの馬ですね。一口4万2000円の1680万募集っていうことです。リオンディーズの母レアドロップ、母のレアドロップがですね、これ僕ちょっと覚えてるんですけど、その中央参照してもうなんかダート戦2の鬼、なんかよくその中山競馬場行ったらあレアドロップだみたいな感じで、あいるよね、わかるわかる、そういう馬ね、もうダート戦に出てるみたいなイメージだったんで、このレアグリフォンが中山ダート戦に出るっていうので、まあそうだよなって思いましたシンプルに。なるほどなるほど。これあの岡田スタッフ生産ですよね。そうですね、生え抜きというか、これね、おばあちゃんもダート短距離で中央で5勝してる馬らしく、はい、だからダート短距離の品系みたいな感じなので、うん、まあさすがにこの馬はダート短距離で出てくるんだなって思いました。まあなんかそのパウオレみたいになってほしいですよね。うん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 。ノルマンディさんもさ、自分のところのいい馬は全部競りに出してクラブにはみたいなことを言われがちじゃん最近、はい、届いてると思うんですよ僕そりゃノルマンディの方の耳にも入ってると思うんですよね、うん、だからなんかそういうのをねちょっと跳ね返す頑張りに期待したいなと思っています。次はレビテーション、はい、今日からの馬ね、先週ちょっと水口ジョッキーの話になったんですけど、この馬どこのクラブの馬か分かんない状態で宮崎ジョッキーが乗るのを見て、うん、あ強サラかなって思いましたね、うん、久しぶりの新馬勝ちだったそうですね。あーなるほど、シニスターサンクなんだねこれ、シニスターミニスター。先週の動画でシニスターミニスター の, その種付け量が上がってるって話で、うん、この馬総額900万って結構お得だなって思いました。お得だねこれ、うん、500万ぐらいするからねシニスターね、うん、母のアンティグラビティっていうのが、これが山上さんの馬で中央2勝した馬なんですよね、うんうん、その初子っていうことで、まあ、ある意味強さラケットなのかなと思いました。この馬はね、3代母シルバートレインという馬なんだけど、そのシルバートレインという馬の兄弟にブラックホークとかピンクカメラとかカウアイレーンとかね、金子さんの馬だった馬だね、ブラックホークとかね、ピンクカメラとか、はい、その辺りに遡っていく品系、だからそこから派生して日高の方に行った馬なんだなと思って、なんかそういうのもなかなか感慨深いなと、うん、あとさシルバートレインっていう名前ね、あの昔あの田原正規ジョッキーが原作をしていた荒山これ山っていう漫画でね、同名の馬がいて、走りの上がり場だったんだけど、シルバートレイン、ウニ点々の方のシルバートレイン、なるほど、でよかったんだシルバートレインが漫画でなるほどいうのを思い出しました。ちょっと全然わかんないですわかるよなおじさん、わかるよなみんな、はい、分かるおじさんからコメントがもらえると思います。じゃ阪神の23日の5レース芝 1600m シルクの馬か、はい、カールスター、この馬は4000万募集の絆3区、うん、母がシフォンカール、はい、この馬ですね、多分結構人気だった馬なんですよね確か、うんうん、冬 50% 切ったぐらいので実績も多分400万ぐらいだったと思うんですけど、なるほど結構だね、結構人気だったんですよね。でこのシフォンカールがこれもシルクの馬なんでしょうね。ガイナーカール品系だね。そうですね。で、ハハハハカールファターレってので、これも結構シルクで募集されたりとかもしてて、シルクのコルサファターレの母親ですね。で、あとは他にもシークレットランとかアドマイヤルプスとかその辺の母親で、その話を聞くと絆だし、なんかダートでもいいんじゃないかなとか思ったりもしてます。うんうん、あでも一旦芝で下ろすっていうこと で、あと西村ジョッキーの予定だったんですけど、これ断られちゃって和田ジョッキーに鞍上変更になったんですけど、断られた、はい、ただなんかコメント見る感じだとその前向きさに欠けるみたいな話してたから、むしろ和田リオの方がいいんじゃないかなって思ったりもしてます。なるほどね、オイルジョッキーでねガシガシやって普及してほしいなって、うん、そしてもう一頭ロードフォアエース、これ高い方だねこれね、はい、本当6600万募集ロードのロード神奈川産区っていうことでですね、でこれがもうちょっとさっき話したやつの延長なんですけど、うん、はい、
ロードのカナロア3区は走んないとかって言われたりとかもしてるんですけど、それね、特にね、自家生産のね、うん、でもうなんかまあちょっと言っちゃ悪いけど、そのダノンの方に流れちゃって、まあ実際そのダノン、そうそうそうね、それそれ、うん、でもそれこそもう耳に届いてると思ってて、うん、でこれでやっぱこの強気の価格設定でカナロア3区のロードで募集するっていうので、うん、なんですかね、そのジンクスなのか分かんないですけど、それを打ち破るかもしれないなっていう面白い馬だなと思いました。トム地球車でね、川田ジョッキーでデビューですから、まあ期待のことはすごいですよね。やっぱりあとこの馬めちゃくちゃでかいらしくて560ぐらいあるらしいんですよ。でかいね、チャンドバルスほどじゃないけどでかいね。どれだけ絞って出てくるか、はたまたそのまま出てきちゃったっていうのも当日楽しみだなと思ってます。うんうんうん、確かにね。でもダートじゃなくてやっぱ芝、あ、まあ必ずだしね。なんかでっかい馬ダートのイメージあるけど、芝で行くんですね。はい、はい、こんな感じだね。今週はまた漏れがあったらもうしょうがないんで、今の段階ではもうこれがクラブの馬全てです、僕たちが知っている。これ火曜日収録なんですけど、火曜日の段階だと、うん、もう月曜まで競馬あったんで、今のところ情報が今そんな多くなくて、それでちょっとこうなってしまいます。申し訳ございません。いかがですか、本さん、編集とかしててどう？いや、なんか僕のチャンネルだと結構真面目に予想動画出すだけみたいなのがあったんですけど、ちょっとバラエティっぽいのが初めてなんで、新鮮で面白いし、それに関してもだんだん慣れてきた感じがあって勉強になってます。いや、情報チャンネルですかね。バラエティじゃないですか、ね、バラエティ情報チャンネルっていうことで。いや、もうそうそうそう、まあでもそれがやっぱあった、まあ、ラジオ感覚でいろいろね聞いてもらえるっていう風に言ってくれることうちのチャンネル多いって、はい、まあまあそういう風に見てもらえればいいなと思って。一歩いいですか。はい、僕先週ミヤネロが勝ちまして、おめでとうございます。おたおめ、はい、おたおめです。口取りさせていただいたんですけど、はい、で口取りって10人、もう10人の半分ぐらいが、あ、見てますって、新馬戦レビュー見てますって言われて、おお、知名度上がってきたね、ポンちゃん。そうなんですよ、もう本当びっくりしてめちゃくちゃ、うん、言われて、なんでもう出資馬が出る週とか見たら、あ、この馬がライバルなんだな、この馬怖いな、あ、でもこの馬が勝てそうだなとかいろいろ思っていただければなと思います。そうですね、はい、はい、ちょっと口取り見せてよ。まあちょっとこんな感じになってます。すごい、はい、いいっすね、いいっすね、はい、まだ口取り中央口取り自分の馬の経験ないですから、うん、人の場で1回だけありますけど、はい、そうですね、はい、タナさんブラックですね。いや、そう、次は違う北さんブラック3区で府中のミナーサークルに入れればなと思ってますけどね。秋楽しみですね。ですね、秋天皇賞から行くって昨日言ってましたんで、見つかってくださいね、お願いしますよ。ポンちゃんともども節約されてよろしくお願いします。これから頑張ります、はい、あと1万人まで十何人とかですよね。さっきね動画出したら2人ぐらい減って、あと20人です。あ、なるほど。あと動画出すと減るんだよね最近、なんか最初にババッと減って、で、はい、なんかちょろちょろ増えてくるみたいな。あと20人まで来ましたので、どうぞよろしくお願いします。それじゃあ、いいねとチャンネル登録ぜひお願いします。よろしくお願いします。ポンちゃんのチャンネルから見に行ってください。概要欄からよろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。いや、最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。じゃあポンちゃん、また来週。